カーリー&ロイドはアメリカ合衆国の女子サッカー選手である。現在はナショナルウーマンズサッカーリーグのヒューストン・ダッシュに所属している。2008年の北京オリンピックと2012年のロンドンオリンピックで決勝ゴールを決めている。FIFA 女子ワールドカップには2007年、2011年、2015年の3回出場し、アメリカ合衆国代表として200試合以上出場し、50点以上獲得している選手である。プロサッカー選手として、アメリカ女子、プロサッカーのシカゴレッドスターズ、スカイブルー FC、アトランタビートでプレーした。2013年に創設されたナショナルウーマンズサッカーリーグでは、ウエスタンニューヨークフラッシュに所属し、チームのレギュラーシーズン優勝に貢献した。父スティーブンと母パメラの間に、フィラデルフィアから北東へ15分ほどに位置する、ニュージャージー州南部のデルランタウンシップで生まれる。5歳の頃にはサッカーをしていた。幼い頃のサッカーについて、母パメラは、この頃は男女共学で、カーリーは男の子とばかりいた。サッカーがとても好きで小さい頃からうまかったけど、いつも一生懸命だったと言っている。ロイドには妹のアシュリー、弟のスティーブンがいる。フィラデルフィア・インクワイアラは1999年、2000年の2年連続で年間最優秀女子高生選手に選んでいる。同じく1999年、2000年に雑誌パレード主催のスター、レジャーオール、ステートファーストチームを受賞した。2000年にはクーリアポストオブザイヤーとサウスジャージーコーチ協会ミッドフィルダーオブザイヤーを受賞している。1997年から2000年までデルラン高校に進み、レッドバロンことルディ・クローバック指導のもとプレーする。高校の頃から彼女の中盤からボールを運ぶ、卓越したボールコントロールと技術は知られていた。高校時代チームは18勝3敗、ロイドは26得点、8アシストを記録した。ロイドは2001年にラトガース大学に進学し、グレン・クロックヘッドコーチの下、ラトガース・スカーレット・ナイツの女子サッカーチームで2004年までプレーした。ビッグ・イースト・カンファレンスで最高のチームの最高の選手と呼ばれていた。大学通算の勝ち点117、50得点、シュート数はチーム記録である。大学1年でチーム37得点中15得点を挙げチームの得点王となり、雑誌サッカーアメリカの全米新人チームに選ばれ、ビッグイースト新人賞を獲得するラトガース、大学初の選手となった。2年時は、チーム31得点中12得点7アシストを挙げる。この年は、ハーマントロフィーの最終選考に残った。3年時は、チーム28得点中13得点にアシストを挙げ、ビッグイーストアカデミックオールスターに選出される。4年時は20試合中18試合に先発出場し10得点、1アシストを挙げた。2004年ビッグイースト最優秀 MF に選ばれた。2013年にはラトガース大学同窓会殿堂に選出された。アセル、W リーグ時代高校時代からアセル、W リーグでプレーし、1999年はセントラルジャージースプラッシュ、2000年はニューブランズウィックパワー、2001年はサウスジャージーバンシーズに所属した。ラトガース大学の4年時の2004年の夏にケリー・スミス、マニア・マコスキー、トビン・ヒース、ヒーサー・オライリーがいるニュージャージーワイルドキャッツでプレーしたが、出場は1試合のみである。WPS 時代アメリカで女子プロサッカーリーグがアメリカ女子プロサッカーとして復活することが決まった2008年にロイドはシカゴレッドスターズに割り振られた。2009年シーズンは16試合中14試合に出場し、通算で1313分ピッチに立った。4月25日のボストンブレイカーズ戦と8月2日のロサンゼルスソル戦で、それぞれ1得点ずつ、計2得点を挙げた。シカゴレッドスターズは5勝5分10敗の6位でシーズンを終えた。2010年シーズンは FA 宣言し、前年の優勝チームであるスカイブルー FC に移籍した。2010年4月に古巣のシカゴレッドスターズ戦で足を滑らせ、足首を負傷した。9月に2試合出場するまでシーズンの大半をピッチから離れることになった。2010年10月、この年から新規参入するアトランタビートと契約し2011年シーズンを迎えた。契約でアトランタビートのジェームス・ギャラニスヘッドコーチは、彼女は素晴らしい MF で常に試合に集中している選手だ。私は彼女の大学時代から知っていて、個人的に試合の改善や練習する機会があった。彼女は自身の夢のためなら多くの犠牲も厭わないし、チームにプロ意識の多くをもたらすことになる。と述べた。このシーズンは10試合に出場し2得点を挙げたが、チームは1勝4分13敗の最下位に終わった。ウェスタンニューヨークフラッシュ時代2013年1月11日、ナショナルウーマンズサッカーリーグ創設に伴う。分配ドラフトにより、ウェスタンニューヨークフラッシュに入団する。肩の負傷からの回復に、シーズン前半は苦しんだが、5月12日の FC、カンザスシティ戦に初出場した。初得点は、古巣のスカイブルー FC 戦で3から0で勝利した。6月28日のワシントンスピリット戦では、ハットトリックを決め4から0で勝利した。この週の週間 MVP を獲得した。2013年シーズンは10得点で、得点ランキングで3位となった。ウェスタンニューヨークフラッシュは、レギュラーシーズン10勝8分4敗で、プレーオフに進出した。プレーオフ準決勝で、スカイブルー、FC と対戦し33分とアディショナルタイムに、ゴールを挙げた。ロイドの2ゴールでチームは勝利し決勝の、ポートランドソーンズ FC 戦に進出したが0から2で、敗れた。ヒューストン・ダッシュ時代2014年10月16日、ベッキー・エドワーズ、ウィットニー、エンゲント2016年のドラフト3巡目の権利との交換トレードでヒューストン・ダッシュへ移籍した。ユース代表 U-21 アメリカ、合衆国代表としてフィンランド、デンマーク、アイスランド、スウェーデンでそれぞれ行われたノルディックカップに出場した。2003年のノルディックカップでは、デンマーク戦で決勝点となるアシストを挙げている。2004年はすべての試合に先発出場し2得点1アシストを挙げている。2005年は決勝ノルウェー戦の1得点を含む3得点を挙げた。A 代表2005年7月10日のウクライナ戦が国際 A マッチ初出場。初得点は2006年10月1日の台湾戦である。2006年の4カ国トーナメントでは、すべての試合に出場した。同年のアルガルベカップのデンマーク戦で、初めて先発出場し、ドイツ戦で、初めて決勝戦に出場した。19試合中16試合に先発し、1得点を挙げている。2007アルガルベカップ、FIFA 女子、ワールドカップ2007年のアルガルベカップでは4得点を挙げ得点王となり、MVP を獲得した。6から1で勝利したニュージーランド戦で初めて2得点を挙げた。2007FIFA 女子ワールドカップでワールドカップ初出場、全5試合中3試合に先発した。2007年は23試合中13試合に先発し、9得点3アシストで、チーム内で3位の成績であった。北京オリンピックでは、グループリーグの対日本戦と、決勝ブラジル戦で試合を決めるゴールを挙げている。この活躍で、ティム・ハワードと共に2008年米サッカー、最優秀選手に選ばれた。2008年は35試合すべてに先発出場し、2781分の出場は、チーム3位、9得点9アシストは、生涯最高記録である。2010コンカカーフ女子ゴールドカップ2009年は、代表戦は8試合行われ5試合に出場した。2010年のアルガルベカップ決勝ドイツ戦では、先制点を挙げ、チームに優勝に貢献した。2010年の WPS 第4戦スカイブルー FC 戦で足首を痛めた。2010年は15試合中14試合で先発出場した。2010コンカカーフ女子ゴールドカップでは全5試合で先発出場し2得点を挙げ3試合でプレイヤーオブザマッチに選出されたがアメリカは3位に終わり、2011FIFA 女子ワールドカップの出場はイタリアとの大陸間プレーオフに持ち越された。大陸間プレーオフでは全時間出場し3得点をアシストを挙げた。プレーオフ第2レグで代表戦100試合出場を達成した。2011アルガルベカップ4カ国トーナメント FIFA 女子ワールドカップロイド左から4番目 2011FIFA 女子ワールドカップ 2011FIFA 女子ワールドカップへの強化の一環として4カ国トーナメントに出場する。スウェーデン戦では1得点を挙げたがチームは敗れた。決勝のカナダ戦では先制点を決めてプレイヤーオブザマッチに選出された。アルガルベカップ2011では決勝戦での先制点を含む3得点を挙げ2度目の MVP を受賞した。アメリカは8度目の優勝となった。2011FIFA 女子ワールドカップではコロンビア戦でワールドカップ初得点を決めた。大会を通じて1得点、1アシストで、PK 戦では準々決勝のブラジル戦では決めたが、決勝の日本戦では決められなかった。アメリカは準優勝となった。ロンドンオリンピックでは、グループリーグのフランス戦で 3-2 で勝ち越すゴールを決め、コロンビア戦でも1得点を挙げた。決勝は 2011FIFA 女子ワールドカップに続いて、日本とウェンブリースタジアムで対戦する。ロイドの2得点でアメリカは金メダルを獲得した。オリンピック4ゴールはアメリカ合衆国代表史上2位タイである。ロイドは複数のオリンピックの決勝戦で得点を挙げた唯一の選手である。2013年10月、国際 A マッチ46点目をニュージーランド戦で挙げ45得点のジュリー・ファウディを抜いてミッドフィルダーではアメリカ代表史上1位の得点となった。2015FIFA 女子ワールドカップ2015年4月、ジル・エリス監督のもと 2015FIFA 女子ワールドカップアメリカ合衆国代表に選出される。ロイドは大会中4試合で主将を務め、決勝の日本戦で開始16分で決めたハットトリックを含む6得点を挙げた。この活躍によりアメリカは3度目の優勝となり、ロイドはゴールデンボール賞に選ばれた。6得点はセリア・シャシッチと並んで1位タイであるが、より少ない時間で得点を挙げたシャシッチがゴールデンブーツ賞を受賞し、ロイドはシルバーブーツ賞を受賞した。また、決勝の日本戦の3点目のピッチ中央から射抜いたゴールが FIFA プスカッシュ賞の候補となった。ゴール2019年8月。NFL のフィラデルフィア・イーグルスの練習を訪れた彼女は55ヤードのフィールドゴールを成功。その後複数の NFL チームから彼女に接触があった。ありがとうございます。